今からふくらはぎのストレッチを行っていきます。まずこのような体勢になっていただき、伸ばしたい方の足の反対の足を後ろにかけてもらいます。その際に両方かかとをつけたままお尻を上に上げてもらうイメージで、ここが伸びているのを確認しながら行ってください。次に反対もやっていきます。これを家でやる際は5回3セット行ってください。